平素より大変お世話になっております。月こもり実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。引き続きですね、まさみおばさんの3話、美容整形外科であった怖い話ですかね、の続きをやっていこうと思います。まあ舞台が舞台なだけにね、やっぱ美にとらわれてしまった人たちの話になるのかなと思いきや、意外にね、他の人には理解できないタイプの愛の話だったり、あとまあなんか人造人間を培養する話だったりね、バリエーションは豊かですよね。で今回はまたね、頭からやっていってみようと思っているんですけど、戦うよ俺は、まさみおばさんと戦うっていうか、なんていうかですけど、この冒頭のね、私は美しいって聞かれるところで、とにかく醜いと言い続けてみようか。どうなるかな。ここの2番は1回選んだんですけどね、そうするとまたまたみたいな感じですよね。でここで1番を選ぶのは本当に未知の領域ですね。こっからは未知の道のり。はい。あ、シュンとしちゃった。この顔かわいいよね、まさみおばさんね。そう、本気でそう思うんですもんね。まさみおばさん、怒りの表情はないんですかね。ゆかり姉さんよく見せてくれますけどね。あと、かずこおばさんも見たけど。よくわかりましたわ。それじゃあ話を始めましょう。あ、これだけ？あ、違う話になった。なるほどね。これは私の知り合いの女性の話なんですの。その人は美人とは呼べないような個性的な顔立ちをしていたんです。浦野先生の話じゃない。ずんぐりとした体型で白衣はいつも特注でしたわ。ああ、医療関係の方ではあるんですね。あら、醜いというのじゃありませんのよ。たとえそうだとしてもそんなこと言えません。陽子ちゃんと違って私は他人を傷つけてはいけないことくらいわかりますもの。ごめんって。とにかくその人も私と同じ看護婦だったんですの。大原さんといって優しくて有能な看護婦でした。どんな患者さんにも分け隔てなく接していましたわ。そんなある日、池波さんという男の人が入院してきたのです。患者か、年の頃は二十歳そこそこといったところでしょうか。テレビタレントといっても通用しそうなハンサムな人でした。陽子ちゃんは顔のいい男の人って好きかしら。あ、二択なんだここは。まあじゃあ好きって言っとくか。それならきっと池波さんを好きになりますわ。とにかく顔がいいんだ、とにかくハンサムな人だったんですもの。担当看護婦は大原さんでした。ところがその日から彼女の様子がおかしくなったのです。注射器を落として割ってしまったり、1時間に3回も検温に来たり、だいぶ、だいぶ来てんね。有能な大原さんにはありえないミスばかり。あまりに変だったので直接聞いてみたんですわ。そしたら彼女は頬を染めました。実は、池波さんのこと好きになっちゃったの。私は驚きましたわ。まあ、すごい有能な人っていうね、話だったから、基本的には公私混同はしない人なんでしょうけどね、大原さん。それでも好きになってしまうぐらい群を抜いてハンサムだったってことだよね。仕事一筋で頑張ってきた彼女がそんなことを言い出すなんて。でも考えてみれば彼女も若い女性ですものね。男の人を好きになっても不思議ではありませんわ。間もなく彼女の気持ちは病院中の人に知れ渡りましたの。あれだけ妙な素振りを見せれば当然ですわよね。確かにね。けれど、肝心の池波さんはそ知らぬふりをしているのですわ。見ている私たちの方がやきもきするほどでした。まあ池波さんも困るよな。それなのに大原さんったら。いいの。あの人を見ていられるだけで。なんて言っているだけなんです。そんなことを言っていたら恋人なんてできるはずありませんわ。ああ、ゴーゴーって応援するタイプか、まさみおばさんは。気弱な大原さんが私には歯がゆく思えました。女性だからって向こうからのアプローチを待つなんてもう古いですわ。
それなのにいつまで経っても大原さんはくよくよしてばかり。まあちょっと自信が持てないところがあるのかもしれないね。だから私思い立ちましたの。マジかよ。マサオバー、私から池波さんに彼女の思いを伝えればいいんですわ。いや余計なことすんな。いわばキューピッド役を務めるわけですわね。彼女の思いを聞けば彼だって気が変わるかもしれないでしょう。いや大原さんはそれを望んでないと思うけどな。病室の彼に私は伝えたんです。看護婦の大原さんがダメでしょ。動物の森の住民みたいなムーブすんな。看護婦の大原さんがあなたを好きなんです。あなたは彼女をどう思いますか。ひでえな。彼は目を丸くしてそれから笑い出したのです。突然私の背後で声がしました。え、大原さんいた？何笑ってるの？いつの間にか入り口に女性が立っていたんです。あ、違う人か。小柄で目のパッチリした可愛らしい方でしたわ。聞いてくれよ、この人が俺を好きなやつがいるって教えてくれたんだけどさ。あ、恋人？池波さんはお腹を抱えて笑っていました。女性はそれを聞くと私を振り返って言ったんですわ。池波くんには私という恋人がいるんです。諦めるように伝えてくださいね。お見舞いに来た彼女ですか。それに大原ってあの暗くて地味な看護婦だろ。絶対に嫌だよ。うわぁ、こういうタイプか。俺は傘で目を突き刺されるタイプのイケメンですね。二人は口々に勝手なことを言い合いました。きついなぁ。その時廊下で物音がしたんですわ。いや、これ、マサオバが悪いだろ。マサオバ、土下座しろ、大原さんに。見ると大原さんが走っていくところでしたの。今の言葉を聞かれてしまったんですわ。最悪だよ、マジ。その晩はろくに眠れませんでした。さすがに、さすがに後悔したか。次の日、病院に行くと、大騒動が持ち上がっていたのです。医局から、劇薬が消えているというのですわ。私は予感がして池波さんの病室へ急ぎました。え？ドアを開けた瞬間、その光景が目に飛び込んできましたわ。ぐったりと白目を向き、ベッドから乗り出すようにして死んでいる池波さんの姿。殺したの。その腕には点滴の管がつながっています。そして隣には大原さんがいたんですわ。やってしまったね。手にした瓶は紛れもなく紛失したという劇薬です。大原さんは私を見てにやりと笑いました。そうだね。あなたのせいで私は恥をかいたわ。でもそのおかげで勇気が出た。あなたには感謝すべきかもしれないわね。勇気ってどういう意味ですの？聞き返す私の声は震えていたと思います。あなたの言う通り、考えるだけじゃ何も変わらないわ。私は池波さんを手に入れることに決めたの。そう叫ぶと彼女は瓶の中身を一気に飲み干してしまったのです。無理心中か。大原さん、駆け寄ろうとする私の目の前で彼女は池波さんに覆いかぶさるように倒れました。池波さん、これで私のもの。つぶやいた唇からたらっと血が流れました。そのまま彼女は帰らぬ人となったのです。ちょっとこの話どう受け止めればいいのかわからんな。大原さんは優秀な看護婦でした。自分の行動がどういう結果を生むか、きっとわかっていたはずです。どの口が言うんじゃ、それ。それでもやらずにはいられなかったんですよね。そんなに彼を愛していたのか、傷ついたことが辛かったのか、恋愛ってそういうものなんでしょうか。どうしよう。そういうものだと思う。彼女は間違っている。間違ってはいるんだろうけどな。なんだろうな、なんか。まさびおばさんが100悪すぎて。この話。
なんか恋愛がどういうものかとかを考える気になれないんだけど、どうすっかな。まあそういうものですかね。ちょっと考えるのやめてしまった。そうでしょうか。実はあれ以来彼女の霊が出るようになった。おーい、かわいそうだな大原さん。口から血を流し、目をギラギラさせて近づいてくる看護婦の幽霊が。こんなもうピンポイントでまさみおばさんのところに行きますよね。まっすぐ走ってくるよね、多分ね。片手で点滴用のスタンドを引いていて、近づいてくるとキュルキュルと車輪の音が聞こえるそうですわ。私は見ていませんけれど、とても恐ろしい光景だそうです。そうなの？まさみおばさんの前には現れてないのか。彼女が幸せならそんな風にさまよったりしないと思うんですよ。まあ幸せじゃないんでしょうな。それならばやっぱり彼女は、いえ、やめておきましょう。私の話はこれで終わりですわ。お次の方どうぞ。これ誰か割って入ってほしいわ。割って入ってガチ説教してほしいわ。まさみおばさんも安崎さんとか入ってきてくんねえかな、空気読まずに。安崎さんならやってくれそうじゃない。淡々と叱ってほしいんだけど。冷静に指摘していってほしい。ていうかこの話結局美醜そんなに関係ないよね。まあ仲ないんだろうけど、それ以上にまさみおばさんの段取りがひどすぎて、そっちに目がいっちゃうよな。あーそっか、最後のとこだけじゃなくてここでも選択肢あるんだっけ。池波さんが入院してきたよっていう話の後で、ヨコちゃんは顔のいい男の人って好きかしらって聞かれんだよね。嫌いって言っとく。あら、嫌いなんですの？あなたは相当ひねくれた性格なんですもんね。もしかして私を醜いと言ったのも、顔のいい男の人が嫌いだっていうのも同じ理由からじゃありません？何が言いたい？自分の容姿にコンプレックスがあるのでしょう。まあ、サオバー。だから、あんな風に答えてしまったんですわね。それなら、こんな話より、もっとあなたの好みそうな話がありますわ。ああ、美容整形の話？これは、浦野先生の話に合流か？ぽいな。文章一緒だね。ああ、そうだね。大原さんの話打ち切りでこっちに進むんだ。じゃあちょっと進めるか。じゃあアルバイトルート全部見ちゃいますか。まだちょっと残ってるもんね、見てない選択肢。こっちに進むと秘書として雇ってもらって、でまあ資料整理とかをするようになるんですよね。ある日、資料室で謎の薬品を見つけると。ただ本当だったらしまわないといけなかったんだけど、しまわずにそのまま放置してしまった。こんな竹内さんを一言で言い表すならどんな人か。憎めない人ですね。これはまだ選んでないよな。まあ憎めない人だなんて、陽子ちゃんってお人よしなんですわね。それともそういう人が好みなのかしら。私はごめんですわ。そんな人見ているだけでイライラします。これあれか、極度のド M ルートか。極度のド M と極度のド S が出会ってしまうルートか。でも私の好みなんてどうでもいいことですわよね。ごめんなさい。話を戻しましょう。ああ、先生が倒れるやつか。はいはいはい、先生が倒れて謎の注射をね、自分に打つっていう流れですよね。これ何だったんだろうな。あの人造人間作ってるルートだと特に意味なかったよな、ここの下り。ああでもそうか、先生のピンチを救ってで勢いで告白するっていうね。そして受け入れられるっていう、まあ二人の恋愛模様を描く上では非常に重要なシーンではあるわけなんで、意味がないわけではなかったのか。でこのあとあれだよね、
お姉さんの職場を紹介されるっていう流れでしたよね。あーそっか、ここで選択肢か。受け入れてもらえて舞い上がっちゃった竹内さんの気持ちが分かるよねっていう選択肢で、分かるを選んでるはずなんで、分からない言ってみようか。そう、残念ですわ。愛とは偉大なものなんですのよ。陽子ちゃんにはまだ早かったかもしれませんわね。ここではルートは分岐しないかな。とにかく竹内さんは有頂天になってしまいました。そんな彼に浦野先生は言ったのです。お、違う？お姉さんの産婦人科を紹介する流れじゃないね。でもその前に私があなたを信じていいという証拠を見せてもらえるかしら。もちろん彼は何でもする覚悟でしたわ。大丈夫かな。でも先生が出した条件はあまりにも意外なことだったのです。先生は彼を医院のあるビルの地下に連れて行きました。そこには両開きで貫抜きのかかった大きな鉄製の扉があったのです。この扉の向こうには私の資料室があるの。資料室。思いもよらない話に竹内さんは目を丸くしました。整形外科医の私が資料室を持つのはおかしいかしら。でも私は医学の進歩のためにこの身を投げ出す覚悟なのよ。先生は美しく微笑みました。まあいろんな資料があるんでしょうな。あなたにお願いしたいのはこの部屋の監視。監視？整理とかじゃなくて、最近どうもこそこそ嗅ぎ回っている人がいるらしくて。スパイですね。お任せください。話が早いな。竹内さんはドンと胸を叩きました。スパイ、スパイって何よ。そこに疑問は抱かないのか。先生は嬉しそうに彼を見て、それから貫抜きを外したのです。それでは中を見てもらおうかしら。自分が何を守るのか知っておいた方が張り合いがあるでしょう。先生の言うことにも一理ありますわね。だから彼は何の疑問も抱かずに開いた扉の奥を覗き込んだのですわ。その背中がいきなり突き飛ばされました。わあ。へえ。竹内さんは部屋の中に転げ込みました。その背後で重い音がして扉が閉まってしまったのです。閉じ込められた。先生。竹内さんは慌てて扉に両手を押し付けました。ピリピリと手のひらが張り付きます。え？扉に？とっさに話すと痛みとともに手の皮が裂けました。どういうこと？扉の表面が凍りついているのですわ。いいえ、扉だけではありません。部屋全体の気温が低いのです。冷凍庫？冷凍庫に閉じ込められたのか。居心地はどうかしら。扉の向こうからくぐもった浦野先生の声が聞こえます。しばらくの間そこにいてもらうわね。大丈夫、ほんの3日もすれば出してあげる。3日もいたら死んでしまいます。なんでこんなことをするんですか。このルートだとね、ただただ善良なだけの竹内さんだもんね。彼は大声で叫びました。その拍子に冷たい空気が肺に入ってむせてしまいます。あなたがスパイだということは分かっているのよ。ただ始末してもいいけれど、せっかくだから私のコレクションに加えてあげるわ。言っておくけれど、この扉は中から開かないから。スパイじゃない。あ、本当にスパイだったのかな。先生の声がさっきより遠くなっています。竹内さんは手の皮がくっついて破れるのも構わず扉を叩き始めました。先生、先生、誤解です。本当に身に覚えはないんですかね。けれども答えは返ってこなかったのですわ。先生が好きで近づいたのにまさか疑われていたなんて。寒さが肌を刺します。どうしてこんなに寒いのでしょう。まるで冷凍庫の中にいるようです。その時次第に闇に慣れた目が何かを見つけました。なんかいるのか。誰かいるんでしょうか。竹内さんは目を凝らしましたわ。うわあ！はあ？そこには人間の体がぶら下がっていたのです。一人や二人じゃありません。なんか普通に人造人間とかだと思ってたからびっくりしちゃった。10以上の肉体が天井から吊り下げられているのですわ。
首の後ろを太い鍵に引っ掛けられてね。力なく下がっているはずの手足は凍りついてカチカチです。それがいくつもいくつも白く漂う霊気の向こうに並んでいるのですが、まるでお肉屋さんのグロテスクなパロディにも見えました。竹内さん絶叫しました。ここは本当に冷凍庫なんだ。俺たちを保存しておくための場所なんだ。だから先生は異常に警戒していたんだ。闇の中に彼の悲鳴は響き渡りました。けれどそれは外に漏れることなく誰にも気づかれなかったのですわ。数日経って浦野先生は地下室の扉を開けました。竹内さんは扉に寄りかかるようにして死んでいたのですわ。このタイプの顔が前から欲しかったのよ。ええ、先生は嬉しそうに彼の恨みしそうな顔を見下ろしました。この資料室もだいぶ充実してきたわね。これでどんな顔にしてほしいという注文にでも応じられるわ。はあ、整形手術用のサンプルってこと？サンプルっていうかモデルか。そうなのですわ。いろいろな顔のモデルがいれば参考にできますものね。参考用？したいなら顔の皮を剥いで脂肪のつき方や筋肉の盛り上がりを実際に確かめられますわ。腕が確かだと言われるはずです。浦野先生は竹内さんの死体を引きずって天井から吊るそうとしました。ところがその拍子に彼の足が半開きの扉に当たったのです。きしむような音を立てて鉄の扉が閉まりました。そんな力ねえだろう。浦野先生は愕然として扉を引き開けようとしました。でも内側から開けられないと言ったのは先生自身ですもんね。あれかね、なんかちょっと死体の足が当たっちゃったっていうよりは、これまでの犠牲者たちの怨念がね、こう後押しして閉じ込めたのかもしれないですけど、押しても引いてもどうにもならないのですわ。助けて誰か、私はここよ。冷たい闇が辺りに忍び寄ります。悲鳴が外に聞こえないのは前の犠牲者たちで証明済みですわ。冷えた鉄板に皮膚が凍りつき、血が流れるまで扉を叩いても助けなんて来るはずありません。死んじゃったの？ええ、助けなんて来ませんわ。きっとそのまま今でも。え、まだ見つかってないんか。でも閉じ込められたのが冷蔵室だったのは救いですわよ。じゃあなんで知ってんのってなっちゃうけど、いつか誰かに見つかるまで先生たちの死体は綺麗なまま保存されているんですものね。うふふさあこれで私の話は終わりですわ。終わりか。次の方はどなた？これはなんでまさみおばさんが知り得たかについては触れられないパターンのやつですか。ちょっと聞いてみてほしいけどね、安明さんにね。おかしいじゃないか、言ってくんねえかな。ねえ、鉄王子さんにはさ言えるのに、なんでまさみおばさんにはね聞いてくれないんですかね。安明さん今こそ出番だと思うんだけどな。まあ美容整形外科の先生がね、この美のサンプルとして死体を収集しているっていうのはまあ、うん、面白いですけどね。これは美容整形外科医ならではの怖い話でしたね。ただちょっと管理面で問題があったのかなっていうね、印象は受けましたけど。あんな簡単にね、自分も閉じ込められちゃうってね。むしろこれまでよく事故らずに来れたなっていう感じはありますけど。まあ、やっぱ美を追求すること以外はね、お隣になってしまうというか、若干ポンコツ気味なんでしょうね、浦野先生はね。はい、じゃあ、とりあえず今回は、ここまでかな。次回は、アルバイトするルートじゃなくて、患者として浦野先生に近づいてみようか。そっちを見てみよう。はい、じゃあ、そういうことで、また次回でお会いしましょう。さようなら。